こんにちは、ガッチャンです。今日はキャンピングカーの燃費についてお話ししますね。キャンピングカー、今回は主にキャブコンでのお話になりますが、乗用車に比べてかなり燃費が悪そうですよね。それはまず重量級だということ。キャンピングカーは乗用車に比べて後方のシェル部分が家になっています。例えばエアコンや冷蔵庫など重い家電アイテムがあります。またギャレー、いわゆるシンクがあれば清水タンク、排水タンクが必要になります。それとうちのゆうちゃんは温水を作ってシャワーも浴びてます。なので清水タンク、温水タンク、これで合わせると100キロほど重量アップします。ガソリンも蛍光管を入れると重量的には75キロほど、まあ合わせると200キロないくらいになります。あとうちは夏冬の衣類が全部入っています。それなりに断捨離はしましたが、やはり最低限でもそれなりにありますよね。トータルで考えると重量級といっても間違いはなさそうですね。次にキャンピングカー、キャブコン自体の形状です。バンクベッドがあることが特徴的なキャブコン。スペースの有効性は素晴らしいのですが、走行中の空気抵抗から見れば最悪のものになってしまいます。強風のタイミングに高速道路を走行するとよくあるのが、風でボディが持っていかれふらつく。また大型車を追い抜くと風圧で反対側に押し出される。これよくあることなんです。ですので向かい風の時なんかは最悪です。頭を押さえつけられて走行している感じがするものです。そして坂道を登るときは常に途半車線でエンジンはうなってしまいます。そもそも 2000cc で引っ張っているので、ギリギリ以下の条件で走行しているようなものです。致し方ありません。そこで今お伝えした条件の 2000cc、ガソリンを使った、そして肉、キャブコンでどのくらいの燃費で走れるのか、そして警告で教えてくれるエンプティーランプが点灯してからどのくらいの距離を走行できそうなのかというのを調べてみました。走行しているのでむっちゃんに撮ってもらってるんですけど、エンプティーマークがついたのが、540キロのところで着きました。今見えないかもしれないけど、今ですね566キロなので26キロついてから走ってることになります。今574キロで 34.4 キロほど走れたということですね。まあお茶の口なのかもしれないけど、これは確実だということですね。72.19 入りましたね。あと8リッターない感じですね。今回の走行距離が 574km、 使用したガソリンは 72.19 リットル。ここで燃費計算ができます。燃費は1リットルあたり 7.95km でした。そしてベース車にあるカムロードの給油タンク、この容量が80リットルなので、ガソリンの残りがあと 7.81 リットルというのもわかります。このガソリン残量で先ほどの燃費計算を当て込むと、あと 62km 走れることがわかります。エンプティーランプ点灯からガソリンスタンドまでの走行距離が 34km と合わせると96km 走ることが分かりました。ここで 100km が走れないというのが分かります。よく言われているのが
エンプティーランプ点灯してから 100km ほどは走れるとよく言われたものでした。しかし今回の実験で走れないことが分かりました。しかもこの時の走行は主に高速道路でした。そして燃費走行をしていたので、この点灯からの 96km が長くなるのは難しいでしょう。このことからエンプティーランプが点灯したら、せめて 50km ぐらいまでにして、郊外の夜間という状況ならば早めの給油をおすすめします。さあ、いかがだったでしょうか。個人的にエンプティーランプ点灯から 100km 走れないのが分かって、ある意味安心しました。下手に大丈夫かもと思わず早めの給油の決断ができるからです。皆様も安心した旅行、ドライブをしてくださいね。それでは本日のご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。さようなら。